はい、皆さんこんにちは。マクガイバーの小部屋へようこそ。本日のテーマは、順番でいくと今日は特撮だったんですけど、すいません、今日は映画にします。はい、でご紹介する作品は、邦画になりますね。2009年の作品です。板尾いつじの脱獄王です。そしてご紹介する品物はこちら、同作品の映画チラシ、劇場チラシになります。はい、よろしくお願いします。ですね、まあ、この作品ですけどもね、板尾いつじのとなってますのでお分かりかと思いますが、あのね、吉本興業の板尾いつじさんの監督主演作品になります。この映画を、ご存知の方っていうのはどうなんでしょうかね。なかなかの映画好きということになるのかなと思います。私もですね、映画館に見に行ったんですよね、これね。はい、覚えてます。でももう2009年なんで、ね、もうかれこれっていうところでは10年は超えてるんですよね。12年ですか、という前の作品なんですけど、まあ、非常に、面白い作品になってます。で、板尾いつじの脱獄を何かということなんですけども、まあ基本的にはね、主演は2人が軸になってますかね。このまあ言えば牢屋に入っている男板尾いつじ、そして、刑務官ですね、はい、の国村さんですね。で、この2人が、まあ、軸となってということになるんですけども、でこの映画の面白いところは、脱獄王とあるようにですね、とにかくこの板尾さんがですね、もう何度も何度も脱獄を重ねていきます。はい、何度も何度も。それでその度その度により警戒の厳重な刑務所に、まあ格上げされていくわけですよね。ここなら逃げられないだろう、ここなら逃げられないだろうと。でそれは、まあなんでそんな逃げ続けるのと、脱獄し続けるのというところがまず一つポイントですね。そしてもう一つはですね、一切喋らないです。はい、一切喋らないです。でまあ、最後の最後、もうこの映画が終わる瞬間まで喋らないかどうかというのはぜひご覧になってください。はい、そのあたりは、見ていただくということでいこうと思います。はい、というね、まあこのチラシのねデザインとかも非常になんかかっこいいですよね、という作品なんですけども、はい、それではね、こちらの、じゃあ今度チラシの中身いきましょうかね。あ、チラシの形状いきましょうか。B5 サイズですね。そして、結構上質紙かもしれませんね。そしてですね、カラー刷りですね。で裏面もこういう感じですね。はい、カラー刷りになってます。はい、まあ、結構お金をかけたんでしょうかね。はい、で映画館名が入ってまして、これ関西ですよね。はい、という感じですね。はい、じゃあね、詳しく見ていこうと思います。まず、そうですね、板尾いつじの脱獄王ですね。キングオブジェイルブレイカーズですよね。で、メシアって書いてますよね。お笑いのっていう意味を指すのか分かりませんが、板尾いつじが放つ獄ね、獄中の獄ですかね、極上クライムラビリンスね。はい、そしてその逃亡分けありね、なんで逃げ続けるのってことですね。そして、国村さんと、で出演者もですね、やっぱりこの吉本関係の方が多くて、例えばね、ボンチ治さん、オール巨人さん、キムニーですね、木村雄一さん、宮迫さん、千原誠二さん、お兄ちゃんですね、亡くなりましたけど、あと海さん、津田寛治さん、同じく笑福亭松之助さん、過去特別演になってますが、あの明石家さんまさんの師匠ですよね。はい、そして石坂浩二さんというね、もう名だたる人たちですよね。はい、というね、でこれちょっと逆さまにしてみるとね、捕まっているであろう板尾いつじさんのこの影はですね、この手枷から解放されたね、逃げるでっていう絵になってるのがまた面白いですよね。これ影ですね。そして裏面こんな感じね、ボロボロになってる感じね。なぜ逃げる、なぜ彼は脱獄を繰り返すのか、
脱獄法と呼ばれた男の真の目的とは、ね、ちゃんと意味があるんですよね。ここですかね。暗雲立ち込める空、時折稲光とともに雷鳴が轟き、やがて建物に直撃する激雷。その瞬間、建物内の照明が消え、けたたましい警笛と、サーチライトが辺りを支配する。鈴木がいません。またあの男が脱獄したのだ。っていうね。鈴木っていうんですね。はい。そして、タランティーノ、デビッド・リンチ、ポン・ジュノに続く異彩、メシア。ね。板尾五次、降臨ということで、すごいですね。名だたる監督ですよね。はい。で、国村さん、そして手枷つけられてますね。はい。で、こう劇中写真ですね。はい。まあ、94分間ですね。で、今年の本命、映画祭マスコミが絶賛。あと、劇場の前売り特典が、板尾五次の脱獄王特製パズルキーホルダー、非売品プレゼントでね。まあ、何かを解くというところでは脱獄と欠けてるんでしょうね。面白いです。はい。で、ですね。どんな牢も情もものともせずに、ある時は密かに、ある時は華麗に脱獄を繰り返す男、鈴木は、次第脱獄王という名を欲しいままにしていくが、一体彼はなぜ脱獄を繰り返すのか、なぜ逃げるのか、何から逃げているのか、綿密に積み上げられたプロットと予想外の演出、畳みかける究極のラストシーン、お笑い俳優、作家、歌手など多彩な顔を持ち、その全てがハードルを楽々と超えているカリスマ、板尾五次。特に俳優としては是枝監督の空気人形で堂々のカンヌ映画祭レッドカーペットも、にも登壇を果たし、ナインソウルズで共演した原田芳雄からは、板尾は良すぎると、ですね、はい、手放しの称賛を送られたほか、演出家の松尾鈴木をして圧倒的に芝居がうまいと言わしめている。その経験をフルに生かし、自ら監督、主演、脚本の3役をこなした、まさに 100% 板尾ワールド。塚本監督、これだ、ですね、ナミール映画監督らと2009年、釜山国際映画祭へ堂々の正式出品を果たし、インターナショナルプレミアで異例のスタンディングオベーションを巻き起こした。この傑作はもはや事件である。2010年はこの映画なくして始まらない。っていうね、作品になります。面白そうでしょ。はい、ぜひね、見ていただきたいですね。もう最後の最後、もう最後の1秒までこの映画をね、見ていただきたいと思います。はい、私も映画館でね、どうなっていくのかな、なんで逃げるんかな、なんで一言も喋らないのかなとかね、はい、それは思いながら見た記憶があります。はい、確かこの後にももう一本でしたっけね、映画作られてましたよね。本当に多彩な方なんだろうなと思いますね。はい、というわけで、本日はですね、2009年の作品ですかね。2010年とまた買ってるのかもしれませんが、板尾五次の脱獄王のご紹介でした。この動画気に入っていただけましたら、いいねボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。